沖縄県石垣市の尖閣諸島においては近年中国海警局の艦艇が常に張り付いている状態で、領海に接続する接続水域を我が物顔で航行しているばかりか、領海侵犯も当たり前のように繰り返しているよね。その度に日本政府は遺憾の意を示すばかりで、中国海警局艦艇に対して何ら具体的な措置を取ろうとはしていないな。今回は尖閣諸島周辺の行動について中国海警局が SNS への投稿を繰り返して領有権を主張している件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。さて、中国海警局では2023年7月頃から中国の SNS ウェイボーにおいて、日本漁船が中国領の魚釣群島中国での尖閣諸島の呼び名の領海を侵犯したため退去するように警告した。などとする投稿を繰り返しているみたい。中国海警局では常に日本漁船を監視していると強調することで、尖閣諸島を中国が実効支配していることを国内外にアピールして領有権を確保したいとの思惑があると見られているね。中国海警局では2018年に中国を統括している中央軍委員会の参加となってからウェイボーにある公式アカウントにおいて、尖閣諸島における自局艦艇の動きについての投稿を7月頃から続けていたんだけど、その当時から2022年頃までは海警局の艦艇が尖閣諸島付近を航行するたびに我が海警局艦艇が我が領土の魚釣島付近の領海内を航行したといったように、自局艦艇の動向を淡々と報告するほぼ定型の投稿だったんだ。しかし、2023年1月に石垣市の中山義隆市長などが尖閣諸島に対して海上視察を実施したあたりからその内容が変わり始め、日本の漁船が魚釣島の領海を侵犯したといったように内容に変化が見られるようになったらしい。尖閣諸島に対する海上視察は前年の2022年1月にも実施されていて、この時は中山市長が現職の石垣市長として初めての海上視察だったな。石垣市が海洋調査を委託している東海大学の調査船防星丸2174トンによって視察が実施され、中山市長は石垣市職員らと1月30日午後5時に石垣港を出港して、31日午前7時頃から尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島の3島の周辺を約2時間船上から視察していて、魚釣島には最短で約 1.8km まで近づいたとされているぜ。船上から各島の海岸に漂着しているゴミの状況や地形を撮影したほか、水質調査のために海水のサンプル採取などを行っていて、今後は東海大学において水質やプランクトンなどの生物分布を分析することになっているみたい。中山市長は石垣島に帰島した後、2月1日に市役所で記者会見を開催し、今回の視察は尖閣諸島周辺海域の維持と保全及び利活用のための海洋調査が目的と説明した上で、魚釣島を実際に見た感想について島には緑が少ないように感じたとして、島に生息しているヤギの食害が進んでいると推測されるために、早急な対応が必要であることを再確認したとするコメントを発表したよ。石垣市によると、今回の調査は尖閣諸島の他に石垣島の北西海域などでも実施されていて、そのための事業費として合計で約1100万円が計上されていたとしているね。この視察に対する中国側の動きについて、第11管区海上保安本部によると防星丸が視察中に、中国海警局所属の公船2隻が一時領海に侵入し、中山市長らが乗る防星丸と並走するかのような動きを見せたとしているが直接的な接触などはなかったとしているぜ。当時の松野博一官房長官は1日の記者会見で、中国海警局艦艇2隻の領海侵入については中国に外交ルートを通じて抗議したことを明らかにし、松野官房長官は中国海警局に所属する船舶が、尖閣諸島周辺の我が国領海に侵入を繰り返していることは誠に遺憾であるとした上で、今後も中国側には冷静かつ毅然として対応していきたいと述べたようだ。2023年の尖閣諸島の視察は前年と全く同じ時期に実施され、初めて船上から小型無人機ドローンを発信させて近距離から島の撮影が実施されたね。
これは魚釣島の斜面の崩落が進んでいることが確認されているためで、石垣市は今後、上陸した上で詳細な調査をしたいとの意欲を示しているんだ。石垣市の発表によると、2023年の視察は1月29日から30日にかけて、石垣島周辺海域の保全を名目として、毎年調査を委託している東海大学の調査団及び石垣市議ら約20人で実施されたよ。尖閣諸島周辺においては30日午前7時半から正午まで調査船を巡航させて、魚釣島、北小島、南小島などの周辺の水質調査や漂流ゴミの実態把握などが実施された他に、船上から発信させたドローンからによって魚釣島の外観を撮影しており、石垣市は今回の調査結果を海域の利活用に活かしたいとしていたな。この調査船の動きに対する中国海警局艦艇の動向について、第11管区海上保安本部が明らかにしたところによると、30日の午前2時50分頃から午後1時50分までの間、中国海警局所属の航船計4隻が一時領海に侵入したとして、これら4隻が調査船と並走するような動きを見せたため、警戒に当たっていた海上保安庁の巡視船が領海に侵入した海警局艦艇に対して即刻領海から退去するよう警告して対応に当たり、接触などの事故はなかったとしているぜ。昨年までのこれら2回の調査によって、魚釣島全体において野生化しているヤギによる食害が広まっている可能性があることが分かったとされ、石垣市の担当者は斜面の崩落の状態など、詳しく知るために、市としては上陸して調査をしたいと思っていると話し、2022年の調査報告の際と同様に尖閣諸島への上陸調査の必要性を訴求しているね。それ以来中国海警局では尖閣諸島付近で操業している日本の漁船を名指しでウェイボーに投稿するようになり、2023年7月から石垣島や与那国島から出漁した漁船について少なくとも5隻を名指しで、領海侵犯したとする投稿を続けているんだけど、2023年10月以降から不法侵入したと表現をさらに強めているみたい。さらに2023年3月以降は尖閣諸島付近に出没する海警局艦艇は、船舶自動識別装置オートマティックアイデンティフィケーションシステム AIS を作動させるようになったとみられ、自らの船舶の位置を周囲に認知させることによって尖閣諸島を実効支配しているとの印象を持たせる狙いがあるとみられているんだ。2024年6月に中国政府は中国の主権が及ぶ海域に無断で侵入した外国人について、海警局が最長で60日間拘束することができるという規定を施行しており、この規定が尖閣諸島においても適用される可能性が高いとみられているな。これに対して日本政府は、海警局艦艇が領海侵入した場合のみ、海上保安庁の巡視船が現場で退去要求を行い、外交ルートを通じての抗議を繰り返すのみで何ら有効な対策を打てていないぜ。その状況は2024年になっても変わらず、7月8日には尖閣諸島沖の接続水域において、海警局艦艇4隻が航行しているのが確認されていて、海警局艦艇が接続水域内を航行するのは2023年12月22日から200日連続となり、これまでの最長記録を更新し続けているわけだ。このように中国海警局は尖閣諸島周辺における艦艇の航行を常態化させているばかりか、過去においては2隻だった艦艇を常時4隻に増やし、しかも大型化させただけでなく海軍艦艇並みの重武装を施しているとされ、石垣島の海上保安庁の巡視船だけでは太刀打ちできない状況となっているね。そんな中、4月27日に自民党の稲田朋美幹事長代理ら超党派の国会議員5人が、石垣市による調査に同行する形で尖閣諸島の周辺海域を視察したぜ。稲田氏は視察後の下船した後、日本経済新聞の取材に対して尖閣諸島については粛々と資源調査や開発を行うことが必要で、それによって同諸島が日本の施政下にあると示すことにもなると話し、この視察中にも中国海警局艦艇が領海内に侵入したとされ、海上保安庁の巡視船が対応する場面が見られたらしい。稲田氏らは自民党の議員連盟の尖閣諸島の調査開発を進める会として、
尖閣諸島の調査や開発を政府主導で進める議員立法を検討しており、1日も早く尖閣諸島の調査を国主導で実施して実効支配を強めようとしている中国に対抗すべきとする声が高まっているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。